はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターウォースポケット始めていきましょう。スターフォースポケットプラス。で、いよいよ肩の丸ベンサー最後の戦いとなります。まずガチャを引いときましょうね。アーバンシーガチャ。ルドルフガチャ。ルドルフは馬娘出てきますね。トゥーザグローリーが初登場。農園で収穫できます。プレゼントが届いています。何でしょうね、まずクエスト。ご存知ですか？まず戦績です。香港バズが5着と大敗してしまいました。そして今3月を5周ということで、最終戦はいいですね。WBC となります。いい感じですね。何かご用でしょうか？プラス6キロの。嬉しそうですね。これ出しましょう。さあ WBC は6回リニューアルで出ることができましたね。WBC ターフですが、ちょっと待って、 WBC の27分か発送まで。通常であれば大阪杯ですよね。アルアイン奇跡ブラストワンピース。いや、大阪杯出すわ。ちょっと WBC だと厳しいかもね。何かご用でしょうか？ということでこれで引退させます。 WBC はちょっと出さない。また3番人気。ただいまより投票受付を開始。ラストワンピースですね。1番人気は、2番人気は奇跡。実績は評価されるが、果たしてどうなんでしょう。
さあ、これが最後のレースとなります。カタノマルペンサ、ここに全てをかけて、大阪杯発走です。桜も見頃の仁川で行われる春の中距離王決定戦であります。ゲートが開いて曇った阪神競馬場に飛び出した12頭であります。まずまずのスタートを切りました。先行グループからまず見てまいりましょう。先手を取ったのはアルアイン、12番ダンビライトが追いかけます。その後ろでやりましょうか、エパカドーロ、その外ブラストワンピース、それから1番ステルビオ、2番ペルシアンナイト、それからもう1頭ワグネリアン。第1コーナー右にカーブを取って、第2コーナーエアウィングザー、内から1頭7番マカヒキ、4番奇跡、これをマークするように5番カタノマルペンサ、しんがりからサングレーザーでやります。前の方はゴタゴタとしています。依然先頭3番アルワインであります。そして外からはダンビライト、ステルビオが内打ちを通っています。その外にエパカドーロ、ブラストワンピースがその後ろ、そして6番手に2番ペルシアンナイトであります。その外からは6番ワグネリアン、そしてその後ろからエアウィングザー、もう1頭7番マカヒキ、4番奇跡、外から1頭カタノマルペンサ、11番サングレーザー、徐々に差を詰めます。阪神のスタンドが揺れています。カタノマルペンサ直線伸びてくるのかどうか、抜けた抜けた、1番ステルビオ、ペルシアンナイト捉えるか、ステルビオが抜け出した、外から何が来ているのか、カタノマルペンサか、カタノマルペンサが3番手、外から1頭カタノマルペンサ、頑張る頑張る、丸山とステルビオ、ステルビオ先頭、1着ステルビオ、2着はカタノマルペンサ、3着奇跡、奇跡との競り合いだから、ステルビオには及ばなかった。なんか前有利になってない？惜しかったですね。1着、1番、2着、5番。これで良かったのかな。3着。レースを終えた馬が戻ってきました。ということで大阪杯に2着これで引退です、もちろん電動馬登録します。9900枚です。なるほどね、勝負根性、瞬発力はまだまだですよね。この辺は台重ねをしていくことで、育てないといけない感じです。まずまずですね。いい馬を、次も育てましょう。
今のあのこの守護馬のカードですね。ヘルアルコなんかもいるのか。枠を拡張しましょう。もう一回拡張ですね。そういえば、はい、というわけで、カタノマルベンサの戦いはここで終わってしまった。だが、繁殖馬として別の馬を、種付けして、次の世代育てることができます。次回の戦いにもお楽しみください。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。またコメントもお願いいたします。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。